空気抵抗について実験してみましょう。理科の授業で空気抵抗がなければ重いものでも軽いものでも落ちる速度は同じであるというふうに習いました。これは地球の重力加速度が同じであるから重くても軽くても関係ないという法則ですけど、皆さんは生活の中でいろいろ試してみると重いものほど早く落ちるっていう経験はあると思います。それをこの実験で確かめてみましょう。用意したのは発泡スチロールのボール2個です。外見大きさは全く同じですけど、一つの方は重りをつけて重くしています。左側の方のボールは重りで重くしています。右側の方のボールは軽いボールです。この2つのボールを同じ高さから同時に落として、どちらが早く床に落ちるかという実験をしてみます。では落としてみましょう。お分かりでしょうか。左側の重い方のボールの方が早く落ちました。もう一度落としてみましょう。やはり重いボール、左側のボールの方が早く落ちました。これは空気抵抗の大きさは同じです。ボールが全く同じ形、同じ大きさですので空気抵抗は同じなんですが、重力の大きさが違うんです。重い方が重力の大きさが大きい。その結果、重いものほど早く落ちるということが確認できました。